本当に強い男です。 DWF ヘビー級のベルトをリングの中央に置きました。全く自信満々の王者スターマンセン。ロードブレアス会長がタイトルマッチ宣言を読み上げておりますが、さあそのタイトルマッチ宣言の途中でスタンハンセン引っ掛けた五色のテープが舞う、大変なムード。さあジャイアントバブがまず空手チョップ、ローテンチョップを見回った。今試合のゴングが鳴りました。勝負は60分の一本勝負、今鳴りました。さあ五色のテープが山の上に積まれております。蔵前のリング上勝負が始まりました。異常な興奮、異常な興奮、蔵前国技館12,500人、ジャイアントバブ対スタンハンセンの一騎打ち、勝負が始まった。まずニードロップ、ニードロップ、五色のテープにまみれるジャイアントバブ、カウント盤で激しく返しました。そしてスリーパーホールド気味チンロックの体勢スタンハンセン。さあ山田さん、見どころいっぱいのタイトルマッチですけれども、この蔵前国技館で大ハプニングが起きますかね、山田さん。そうです ね、あのチャンピオンのねスタンハンセンがかなり入れ込んでますね。本当です ね、あのチャンピオンですからね、もうちょっと余裕たっぷり出てくるかと思ったら、はい、もう先制攻撃をかけてますね。そうですね。そして間合いを取ってセカンドロップから何を落とすか、ニードロップ、フライングニードロップを見舞いました。ジャイアントバの息の根を止めます。序盤戦すごい馬力のスタンハンセン、ものすごい勢いです。そしてチョップ、ここでやっとジャイアントババが立ち上がってチョップを打ちまくります。さあ悲壮な覚悟、もうまさに命がけの勝負、命がけの勝負。今日奪回に成功しなかったら次の PWF のチャレンジ権はジャンボ鶴田が天竜に渡すというふうに言っております。さあキックで、キックでスタンハンセンを打ちまくります。おっとおっと、右の足と右の手がトップロープに挟まっています。右の足はほどけました。今度は右の腕だけはまだトップロープに挟まって今解けました。そしてジャイアントババの狙いはもちろん黄金の左腕、黄金の左腕を狙いをつけています。さあアームブリーカーに行くかどうか、アームブリーカーに行くかどうか。さあ竹内さん、はい、このアームブリーカーに出ました。案の定アームブリーカー、ババの必殺のこのタイトル奪還への作戦は竹内さん何なんでしょうかね。ともかくまずあの左腕を越してしまうことですね。はい、ババは言っておりました。このスタンハンセンのいわゆるウィークポイント資格を探すのは非常に無理かもしれないけれども、あのブルーザーブロディと比較すると八方破れの攻撃はしてこない、パターンにはまった攻撃だけにこの辺りにポイントがあるんだということを言っておりました。山田さんどうですか。そうですね、はい、まあ、とにかくねこの左腕の殺してしまえばですね、活路は見出せますね。そうですか、はい、ちょっと突進するスタンハンセンであります。それから竹内さん、はい、もっと深く洞察するとあのウエスタンラリアットが空を切った後ちょっとガードが甘くなりますよね。あのそこまでじゃないでしょうかね。馬場選手の場合非常にそのラリアット側返しがですね最近うまくなってますからね、はい、あれをかわした後の一発が怖いですね。そうでしょうね。強者スタンハンセンにとりましても攻撃の後、攻撃を失敗した後一瞬の隙が出ます。そこがジャイアント馬場狙いかと思います。しかしこの回復力すさまじいスタンハンセン、蹴り上げます。ジャイアント馬場がおっとロープ、3本のロープが入れます。さあおっと助走をつけて、あーすごいミーアタック、ものすごいミーアタック、あー強烈、喉を打ちました、喉笛をミーアタックで打ちました。そして今度はニードロップ、すごい勢いです。完全にジャイアントババグロッギ、ジャイアントババグロッギ、これで回復できるのかどうか。スタンハンセンの猛攻が続く、いやー大変な勝負ですね山田さん。はい、あの、先ほどまでね馬場選手ものすごく余裕があるように見えたんですよね、はいはい、今の一発効いてますね。効いてますね。目も後ろであります。しかし容赦なく攻めてまいります。スタンハンセン、馬場しかし立ち上がりました。ジャイアンチョップを炸裂させる、そして首投げでリングの中央ポジションを取って全体重209センチ、145キロ、東洋の巨人ジャイアント馬場、本当に死の淵に立ちました。左の腕を殺してますね、踏んでますね、全体重を乗せます。209センチを乗せる、がっちりと左の黄金の腕に足をキープして全体重を乗せますが、スタンハンセン足を絡ませて足を折ります、足を折りますが、馬場がおっと今度は反対の立場になりそうだ。スタンハンセンが今度は攻撃、一瞬にして馬場の攻撃の時間が竹内さん本当に短い、残念ながら短いですね。短いですね、スタンハンセンがすぐ盛り返してきますからね。この盛り返す凄まじい迫力、王者スタンハンセンであります。このままの状態でジャイアントババの奪回作戦、山田さん
でしょうか、まだ大丈夫でしょうかね、まだスタミナはね、はい、ほど参ってないので、あとはいかに積極的に攻めていくかということですね、はい、ただ今日の馬場選手非常にね、腕ひしぎに出ました、今度は腕ひしぎに出ました、ジャイアント馬場であります、いわゆる柔道の流れを組む技であります、逆十字の腕ひしぎですね、そうですね、さあこれで完全に相手の左の腕を、封じました、ジャイアント馬場いい作戦に出てまいります、こういう技を山田さん短時間ではなくて長時間見せなきゃいけませんね、そうなんですね、しかも馬場選手はもう足も腕も長いですから、はい、この技には非常に向いてるわけですね、武井さん単純なこの短い時間の腕しぎでは非常に超人的なパワー回復力になります、スタンハンソンを痛めつけることは不可能ですね、やっぱりリングの真ん中ですね、完全な状態で長時間締め上げることですね、そうですね、そして余っている足の方は馬場の足は命と言われておりますが、馬場さんどうすれば、山田さんどうすればいいですか、いやいや、今また逆に足を攻撃されてますね、一瞬にして攻撃、スタンハンセン再び攻撃、やはり馬場選手は腕を狙い、はい、あのハンセンは足を狙ってきますね、そうですね、まあ、ジャイアント馬場選手は今回の奪還を成功させて、それを起爆剤にして充実したプロレス人生を送りたいということを言っておりますジャイアント馬場、しかし全く後がありません、肉体的にも相当訓練をして自分なりに充実した最高のコンディションになっておりますけれども、竹内さん、はい、より以上のコンディションを求めるのは馬場にとってはもう無理ですからね、この10ヶ月間ですね、はい、後がないと言われてきた馬場ですからね、もうまさに今日は後がありませんね、そうですね、さあスタンハンセンとジャイアント馬場の因縁の対決、スタンハンセンは去年の9月の8日千葉大会でタイトルを馬場から奪取いたしました、再び腕ひしぎに入ります、うん、チャレンジャーのジャイアント馬場、両選手のグラウンドでの展開、寝技での展開、非常に妙味があります、今度はいい形に入ってますね、いい形に入りましたね、がっちりと腕ひしぎに取っております、ただね、これだけ腕をやられながらあのめちゃくちゃな暴れっぷり、はい、なんとかあれで外しちゃうんですから、本当ですね、すごいパワーですね、いや本当ですね、またしても攻撃権はスタンハンセンに移ったようです、そしてアメリカでもこのスタンハンセンは和風マクダルニアルに防衛いたしました、 PWA 認定のシングル、そして次期シリーズにでも再び対決が決まっておりますけれども、タッグ両方を制覇しておりますこのスタンハンセン、さあ馬場も生き返りました、赤いトランクス非常に勢いがあります、今夜の蔵前決戦、さあ馬場が飛ばず掛け18番まず落とし後藤が打った、いい攻撃だ、再び腕ひしぎか、腕ひしぎに入った、再び腕ひしぎ、これはいい作戦です、何度も何度も同じ作戦に出ます、まあ、しがみついてますね、ハンセンが今完全に入ってませんね、これは、はい、もうハンセンがね、あれをやられるのをものすごく嫌がってますね、なるほど、だから嫌がる技をやればいいんですね、なるほど、そういうことです ね、 ですね、相手の弱点というのは、まあ、プロレス格闘競技ですからね、嫌がる技、嫌がるところポイントをつくのはもうそれはセオリーであります、しかし完全には入ってませんね、腕しぎ、いや今は外されましたね、外されましたね、しかしね、今日の馬場選手の執念はすごいですね、何度も何度も同じ技を見せます、さあ黄金の腕を何度も殺しに行こうとしておりますが、再びジャイアント馬場を立ち上がらせてロープに放り投げるか、反対にスタンハンセンをロープに放って、なんだネックブリーカードロップ、やったぞ馬場、ネックブリーカードロップ、鮮やかに決まった、相手の体重を利したネックブリーカードロップだが、カウント2で跳ね返されます、カウント2で跳ね返されます、スタンハンセン、しかしジャイアント馬場、今のネックブリーカードロップでいいリズムを作ったようだ、いやしかしまた攻撃、またハンセンの猛攻、スタンハンセンの猛攻です、思い切って対角線上、今エルボーが上肘口の顎を捉えてしまいました、危ないぞ、ドロップキックだ、今度は192センチ135キロが弾丸のドロップキック、今度はボディープレス、ボディープレス、さあジャイアント馬場にボディープレス、カウントが続く、上樋口レフリー起き上がった、カウント2か、カウント2か、カウント3をアピール、カウント3をアピール、スタンハンセン、馬場も起き上がった、馬場も起き上がった、どうしてもタイトル奪還しなくてはなりません、ジャイアント馬場1万2500人の熱い期待、カイルドライバー、カイルドライバー、さあカイルドライバーを打たれたぞ、そのまま抑え込む、前回はスタンハンセンとブルーザーブロディ、サンドイッチのパイルドライバーで試合を休みましたね、竹内さん、それがありましたね、その続きも残ってますからね、ラリアットだ、予告ラリアット、当たったか、大丈夫です、完全に当たってませんね、16問で返してますね、16問カウンターで返しました、両選手ぶっ倒れました、
ランターの16番の方が先に当たったような感じがいたします。しかしラリアットも当たっています。ラリアットも山田さん当たってますね。もう一回思ってもいてラリアット、これはすごい。ショートレンジからのラリアット、ババ早押し縦中勝った、返した、ババ返しました、ババ返しました。頑張る、涙が出ます。ババの頑張り、ババの頑張り、本当に涙が出ます。よく頑張る、必死で頑張る、ババ頑張ります、ババが頑張ります。スタンハンセンを破る男、それはジャイアントババしかいません。スモールパッケージゴールド、どうだ、タイトル奪還、タイトル奪還、スモールパッケージゴールドでした。すごい、誰も予想もしなかった技、ジャイアントババスモールパッケージゴールド。209センチ145キロのジャイアントババが体を折りたたんでスタンハンセンを見事に丸めました。10分飛んで7秒タイトル奪還、やりました。さあ、イカルスタンハンセン、イカルスタンハンセンです。さあ、リング上、ラリアットの洗礼、若手がたまりません。ウェスタンラリアットの洗礼を受けます。さあ、タイトル奪還に成功したジャイアントババも、しかしまだラリアットの威力が効いているようです。おっと、スタンハンセンが大荒れ、スタンハンセンはロードブレア、PWF 会長に振り付いて、おっと、ベルトを持っておりました PWF ロードブレア会長に体当たりを見せて、ベルトの行方はどうか、ベルトはどこにあるのか、スタンハンセンの支柱にはどうやらありません。若手を切っては投げ、切っては投げ、蔵前国技館大変なムードに包まれました。勝負は終わりました、勝負は終わりました。10分飛んで7秒ジャイアントババ、本当に10ヶ月ぶり、数えますと370、327日目でタイトル奪還、ほぼ1年ぶりでタイトル奪還に成功ジャイアントババ、本当によくやりました。今ベルトが渡されます。おめでとう、おめでとうジャイアントババ、おめでとう。これを起爆剤にしてまだまだプロレス人生続けてほしい、そう思います。ジャイアントババ本当によくやりました。やっぱりね、小野選手執念を燃やしてね、最後の最後までね勝負をしてなかった。もうあの再三にわたるラリアートで半分失神状態じゃなかったかと思ったんですが、最後は頭脳の勝利でした ね、 ああいう技でね、まあ、ピンホールを奪おうと全く予想もしなかったですね。竹内さん、はい、試合の前に数々の記者団から今夜引退をかけて戦うんですかという激しい質問が飛んだんですけれども、馬場選手はぐらっと口ぶりを噛んで、そういう記者団の質問には答えていませんでしたけれども、自信があったんですね。やっぱり馬場伝説は復活しましたね。そうですね、完全復活の上りが立ちます。蔵前国技館興奮状態、やりました、本当によくやりました。ジャイアントは素晴らしい、ジャイアントはタイトル奪還であります。327日間失意の長い日が続いておりましたけれども、とうとうジャイアントババ完全復活。